丹ン鶴自然公園とは、青森県鶴田町にある、丹ン専用の飼育施設である。日本の天然記念物である丹ンを展示飼育する施設として、人造骨がある藤見湖の湖畔に立地し、藤見湖パークや鶴の舞橋、鶴の里ふるさと館などが近接する。鶴田町は、江戸時代、数多くの鶴が飛来したのが、地名の由来と言われる。ある時、鶴田町長は、 鶴の飼育を決意するが、単調は日本の特別天然記念物であるため断念し、代わりに北海道鶴井村より鶴凧を得て、鶴凧揚げにて町おこしをする。さらに1992年に生きた単調、鶴誘致の声が高まったことを受け、町長は通産省など関係省庁を案略し、中国の人口負荷の単調なら規制の対象外だと情報を得、 中国当局と交渉。これにより、1993年に中国国流交渉父春氏より人口不可の庭を譲渡を得た。鶴田町は、釧路市動物園に担当職員を派遣して、指導を受け、飼育を行った。さらに、1997年、ロシア連邦アムール州、金ン,ンスキー自然保護区より津軽を譲渡されたり、あるいは、 多摩動物公園からも借り受けを受け、飼育頭数を増やした。公園では、単調の繁殖にも成功し、2012年5月27日現在で、計11羽を飼育し、子有が、それぞれ5羽、ヒナが1羽である。ヒナの性別は、血液検査で確認する。ABCDEFG 単調鶴自然公園、青森県鶴田町ウェブ。 ハット ABC 単調鶴自然公園鶴田町、観光ウェブマガジンめデタイ鶴田 ?ABCD 町村町随走鶴にこだわった、町づくり青森県町村会長鶴田町長、中野治全国町村会 AB 自治体の、部ル里づくり奨励賞鶴と、国際交流の里づくり青森県鶴田町、財団法人足下の日本を作る協会、日本、町づくり辞典、P109、著者、 井上茂、出版、丸全株式会社 AB 町村の取り組み、朝ごはん条例で健康長寿のちづくり2555号、2006年4月3日、号企画課長、八木橋連長全国町村会 AB 地域動画、単調ひな、4年ぶり、誕生、それが町47ニュース2012年6月5日13時18分、東欧日報、ありがとうございます。